はじめに、測定方法による数値の違いについて見ていただきます。歯を直線的に見て、平行度を確認した場合を見てみましょう。マイナス零点一四ミリくらいの誤差です。再確認します。 マイナス0.13ミリくらいの誤差です。続いて刃を180度回転させ、点で計測します。回転すると差はほとんどありません。 この違いは何だと思いますか直線的な計測の問題点についてです。丸の甲を上から見ています。実はフランジの不良で刃が傾いていました。先ほどの数値だとプラスマイナス0.14ミリの傾きです。 これを直線的に地点 A と、地点 B で測っても誤差を拾うだけとなります。これが直線で計測した場合です。フランジの誤差分に対して平行に調整しても無意味ですよね。大きく調整が狂う場合もあり、危険が伴います。 カットラインについてです。この状態で歯を回転させてみましょう。すると、こんな感じに動きます。歯の触れ幅の最大値がカットラインです。赤のラインがカットラインとなります。カットラインに対し、 傾向に調整するのが理想的です。点で計測する利点についてです。点での計測は、地点 A と、そして、歯を180度回転させ、地点 B で計測するので、歯の軌道に追従します。その結果、 確実にカットラインをトレースします。この方法では、刃に生じる誤差の影響は受けません。これが大きな利点です。調整の手順をご説明いたします。固定ボルトを緩めてください。 このネジを回して左右に移動させます。カバーを固定します。水性塗料で計測位置に印をつけます。印の付近を基準にします。 点 A でゼロにリセットします。視点 B の値はマイナス0.96ミリです。マイナスなので手前に傾いています。調整ボルトを回して移動させます。 はじめはマイナス0.96ミリに対して半分くらい戻します終わったら毎回ゼロでリセットしてください半分くらい戻りましたまた半分戻します 変化なしです。一度に0.53ミリ戻します。大幅に0へ近づきました。 0.14ミリ動かしますここでゼロになりました再確認します OK です。固定ボルトを締めます。最終確認をして完了です。OK ですね。調整作業は以上です。 触れる際は怪我をしないように気をつけてください調整の時は必ず電気プラグを外してください調整の手順は機種により異なります詳しくは説明書をご覧ください最後までご視聴いただきありがとうございましたぜひ高評価チャンネル登録をお願いいたします